梅山危機本は、室町時代の禅僧。美の国に生まれ、幼い時に、立州の寺に入る。その後、県仁寺の古参至る縁を死とし、さらに、能登国の総寺寺の大元宗誠の弟子となって、宋徳宗を学ぶ。英徳二年、古布施義氏に壊れ、越前に、龍卓寺を開く。梅山は、龍卓寺を、総持寺派の北陸の根本道場とし、 すぐるどうよしや、じょななど多くの弟子を育てた。明徳元年に直霊によって、能登の総統宗広本山総寺寺の十一世、門首となる。晩年は総寺寺内の流芸院にて西養し、王英二十四年9月7日に入弱将軍、足利義満、義持の二代から厚く消えされた。義満は、再三京都へ招いたが、梅山は、 南北朝の争いに巻き込まれることを警戒して、ついに応じなかった。吉持からは、吉光の七回忌法要を務めるよう何度も要請を受けた記録が残っている。梅山木基本の墓。ありがとうございます。